おう、狼よ。新たな手がかりを見つけたぞ。石じゃ。石とは？これを見てくれ。これは？源の功を求めた者が記した書物じゃ。好奇を放つ石が祀られた村があるそうだ。どうした狼？ん？そなたの持っておるその妙な形の石、もしや源の功の石か？は、この石、何やら祀られておりました。おお、それは書物に記されていた通りだな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ？岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても埒が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか。かぐわしくとは、源の好奇をまとうこと。それを指しておるのやもしれぬな。ああ、そうだ。私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な功が分かった。それは？流因の巫女の血。つまり、私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流因の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室で武様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがあなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば竜院の巫女の身に傷を負わせ、血を流すこともかなうでしょう。わかった。これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった？何か分かったか？
不思議りならば叶うと。そうか、不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。うん、試しにやってみぬか。不思議りは本来は抜けぬ刀、触りがあるやも知れませぬ。こうおたく、その時でよろしいかと。うん、そこまで言うならそうしよう。